みなさんこんにちは電子ファイリング検定 B 級合格対策講座第五回目となります、えー、今回はですねトータルファイリングシステムにおける、えー、電子文書の扱い2ということで、えー、テキストはですね、えー、2-3電子文書の伝達から見ていきましょう 特にです、ね、今回は電子メールについて見ていきたいと思います。えー、1電子メールルのプロトコル、えー、というところですね。まあ、プロトコルというのは通信規約という意味になります、えー。まず大前提としてですね電子メールのやり取りというものはもうメーラーと呼ばれるアプリケーションで行うというのが大前提になります。 そして、1電子メールのプロトコル通信規約の代表的なメール送信を行うプロトコルですね、これが SMTP と呼ばれるものになりますので、まずこちらをしっかりと押さえておいてください。送信プロトコルが SMTP で受信プロトコルは2種類出てきます、POP と IMAP ということですね。 まあ受け手はですねメールサーバーに届いたメールを自分の PC にですね上のメーラーで受信をするとでその際に2種類の方法がありまして POP というのはサーバーから各人の PC へ IMAP というのはサーバー上で保存されるといった違いがありますのでこの違いしっかりと押さえておいてくださいまたですね SMTP というのは送信 タイムアップは受信のプロトコルというところですね、えー、をしっかりと復習しておいて頂いければと思います。はい、続いて、えー、電子メールの構造ですけれども、えー、ヘッダーとボディで構,造さ、えー、構成されています、まあ、ヘッダーにはですね、えーまあ、いわゆる属性情報と呼ばれるものは記載されていまして いつ誰がですねメールを送ってきたのかといった受信日時や送信者の情報が記載されています。で今回特にしっかりと押さえていただきたいのがこのエンベロープという部分ですね。サーバーはですねこのエンベロープというところを参照してメールを送信しています。こちらしっかりとマークを入れておいてください。 通常ですね我々がよく見るものはですね、図表2の5に記載されているようなものだと思います、えー、上のですね、えーまあ、レシーブドとかああいうふうに書いてあるところがいわゆる属性情報ですねここがヘッダというふうに呼ばれますで下の○○様以降がですねボディと呼ばれるところで本文になりますね でメールサーバーはです、ね、このヘッダの上にです、ね、エンベロープという部分がありましてそこを読み取ってメールを送信するといった仕組みになっていますはい続いて、えー、MIME に入っていきましょう括弧三番ですね、えー、電子メールはですねもともと英数字の送受信システムでした。 ですので英数字の標準文字コードは ASCII コードですね文字コードのところで少しやったかと思いますけれども7ビットで1文字を表しますで日本語の場合はですね1文字8ビットで表すということになりますでメールを送信する際ですねメールソフトが何をしてくれているのかというところになりますけれども 8ビットのです、ね、シフトディスコードをそのまま送信すると文字化けしてしまうということですのでメールソフトが送信するときにですね7ビットに変換しててくれてるんですねそして受信する際に7ビットに変換されたものはまた8ビットに戻してくれて通常に読めるようになっているというような仕組みになっています。こちらしっかりとマー,カーを入れてておいいください さらにですね MIME と呼ばれるですね多目的なインターネット拡張仕様というものを備えていましてこれがあることによってですね、まあ、ハイパーテキストですとか添付ファイルと書いてありますけれども、まあ、画像であったり動画であったりといったさまざまなものがですねメールで送信できるようになっていますこの MIME というものをここでしっかりとマーカーを入れておいてください はい、続いてですね2の3の5にお進みめいただきましてコンピュータウイルスについてで,ですね見ていきたいと思います。ここでウイルスの種類と特徴をですねしっかりと合わせて覚えていただければと思いますけれどもまず一つ目がですねファイル感染型と呼ばれるものですね拡張子がドットコムですとかドットエグゼ というですね、プログラムファイルですね。こちらに感染してくるものになります。えー、まあ、プログラムファイルにですね、ウイルスを追加するタイプとそのものを書き換えてしまう2種類が存在します。こういった特徴必ず押さえておきましょう。そしてシステム領域型ですね、ハードディスクですとかパーティションテーブル、そういった領域に感染するタイプです。 そして複合,型複合感染型というのが今ご説明させていただいた双方の特徴を持つものが複合感染型です。続いてマクロウイルスですけれども、えー、まあワードですとかエクセルにマクロ機能というものあると思いますけれどもそのプログラムでですね作成されているウイルスになります。 続いてトロイの木馬ですね、えーまあ、見た目はです、ね、正常なプログラムに見えるんですけれどもそれを装ってです、ね、どん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 侵入して発病するようなものこれはトロイの木馬、えー、続いて爆弾ですね、えー、2種類あります、えー、特定の条件が成立したらあ発病するローリー爆弾と 一定の時間経過したら発病する次元爆弾という2種類ですね。続いてワームに関しましてはネットワークを介して自己増殖を繰り返すというものですのでどん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 それにですねかかってしまうと感染が広がるといった特徴があります。そしてボットですね。ボットに関しましまては もう自分の意思ではなくてですね、外部から操作されてしまうようなウイルスになります。そして最後がスパイウェアですね。ま端末ですとかサーバーにインストールされて、情報をです、ね、盗んでいくようなプログラムです。ID ですとかパスワード、クレジットカード、あそういったものをですね盗んでいってしまうのがスパイウェアと呼ばれるものです。 まあ今回は特にですね一番上のファイル感染型それから爆弾以降の4つですね計5つをですねウイルスの種類と特徴しっかりと合わせてですね覚えておいて頂いければと思いますすはははいそれではですね今回は以上となります。